第106回全国高校野球選手権東東京大会5回戦東京後のゼロ共栄学園21日太田スタジアム昨夏の甲子園に初出場した共栄学園が東京のエース・ミニューで永見幸太郎投手3年お前に1安打無得点で5回戦敗退となった1安打に終わり原田健介監督は「乾杯ですね」 うちの打者の力より永見君の力が上だった、と脱帽した。永見が得意とする外角直球とカットボールの対策を OB と練ったが、及ばなかった。2回にチーム唯一の安打を放った早川飛翔。兵、外野手3年、は、受け身になって四球待ちでは無理、と初球から思いっきりスイング。1月1日からの3球目を右前に運んだ。それでも、 映像以上に球が来ていた。今までの投手とは全然違う、と衝撃を受けた様子だった。早川は昨夏の甲子園も経験、それでも2年連続出場の重圧はなく、シード校相手を前に挑戦者として挑んだ、という。野球は高校まで、最後の試合に悔しさは残るけど、やりきった、と前を向いた。